バララーマと戦うムシティカ、チャーヌーラと戦うクリシュナ。六百五十年頃、ムシティカはインド神話に登場するアスラである、マトラーの悪王関佐に仕える悪魔の一人、バーガバタプラーナによると、チャーヌーラと共に強大な力を持った闘士であった。聖戦、ナーラだからクリシュナが生きていることを聞かされた関佐は、悪魔、軽心にクリシュナと、バララーマの殺害を命じ、また、 ムシティカとチャーヌーラたちに闘技場を建設させ、クリシュナを殺すための闘技大会の開催を命じた。闘技大会では、巨像、クバラヤーピーダを殺したクリシュナとバララーマが闘技場に入ってくると、ムシティカはチャーヌーラと共に二人に戦いを挑んだ。ムシティカはバララーマとチャーヌーラはクリシュナと激しい戦いを繰り広げた。観客の女たちは、あどけなさが残るクリシュナと、 バララーマが屈強な闘志と戦うことの不公平さを嘆いたが、そんな心配をよそにクリシュナは、チャーヌユラを殺し、バララーマもまたムシティカの打撃に対して、強烈な平手打ちで反撃し、ムシティカを殺した。さらにバララーマは向かってきた、別の闘志、クータを、左手の打撃で倒した。ありがとうございます。